はじめまして。突然の連絡でごめんなさいね。あなた、ひろたかさんの娘さん、ゆりさんで会ってるかしら？ひろたかは私の父ですね。どちら様でしょうか？私、ひろたかさんの5歳であけみと言います。あなたのお母さんがひろたかさんと離婚した後、彼と出会って結婚しました。父は再婚していたんですね。知りませんでした。いきなり5歳からの連絡なんてびっくりするわよね。実は、彼の遺産のことで相談があって連絡したの。ゆりさんはひろたかさんが亡くなったことを聞いているかしら？はい、それなら連絡を受けています。父と母が離婚したのは私がまだ5歳の時でした。それっきり会ったこともありませんが、こういう連絡ってちゃんと来るんですね。そう、話を聞いているのね。なら話が早いわ。ゆりさん、単刀直入に言わせてもらうんだけど、あなたにはひろたかさんの遺産をすべて放棄してほしいのよ。それは遺産を独り占めしたいってことでしょうか。実の娘には一つもあげたくないと、すべて5歳が遺産を独占したいと。ゆりさん待って、それは誤解よ。誤解ですか？私はそういうつもりでお願いしたんじゃないの。あなたのためを思って遺産放棄をお願いしているの。え？実はひろたかさんは離婚後に会社経営を始めたんだけどね、その事業がうまくいっていなくて借金がかなりあるの。遺産相続なんてしたらプラスどころかマイナスよ。そんな遺産相続したところで生活が大変になるだけ。だからゆいさんには相続放棄をしてほしいのよ。へえ、父には借金があったんですか？ちなみにおいくらですか？5000万ほどよ。5000万も？ねえ、すごい大きな借金でしょ。この借金は彼の妻である私が返すべきもので、ずっと離れて暮らしていたあなたが背負うものじゃないわ。あけみさんは相続放棄せずに借金返済を選ぶんですか？あなたも放棄すれば逃げられるんですよね。そうだけど、一応は彼の妻だもの。会社の借金は彼を支えきれなかった私にも罪があるわ。だからけじめとして私は返済を選ぼうと思ってるの。そうですか。ではそういうことでしたら、わかりました。私、あけみさんの言う通りに遺産放棄をしたいと思います。本当に？はい、わざわざ父の借金について連絡をくれてありがとうございました。借金返済大変だと思いますが頑張ってくださいね。お礼を言うのはこっちの方よ。5歳の話を信じてくれてありがとう。それじゃあ相続放棄の手続きは早めにお願いね。やったわ、アキラ。あの子ったらまんまと信じていたわよ。え？ほら、お母さんが言ったでしょ？お父さんの遺産は私と息子のあなたが相続すべきだって。だから元嫁について言った娘に連絡を取ってみたのよ。そしたらお母さんの嘘をまんまと信じてくれてね。え？何驚いてるのよ。全部お母さんに任せておいてって言ったでしょ？いつもみたいにさすがママって褒めてくれていいのよ。さすがママ、本当に騙せたなんてすごいね。こんなの私にかかれば朝飯前よ。これで遺産はすべて私たち親子のものになるわね。でもママ、これで本当に遺産は僕たちだけのものになるの？その娘さん、ちゃんと放棄してくれるかな？大丈夫大丈夫。娘の方にはお父さんには借金があったって伝えておいたもの。5000万もの借金があるって知って大慌てで相続放棄するって約束してくれたわ。実際は5000万もプラスの遺産をもらえたのにね。え？遺産ってそんなにあったの？当たり前じゃない。なんて言ったって、あんたの父親は会社社長なのよ。大金の遺産があって当然よ。さすがパパ。パパもママも僕の誇りだよ。お母さんも息子のあなたが誇りよ。連れ子としてよくお父さんに懐いてくれたわ。これだけの遺産をゲットできたのはあなたの愛嬌があってこそよ。そうかな。そうに決まってるじゃない。こんなに順調で笑いが止まらないわ。これでお父さんの遺産は5歳の私と息子2人のものよ。実の娘ったらまんまと騙されて遺産放棄してやんの。
どうも、その騙された娘です。え、娘？ LINE の送り先確認した方がいいですよ。こんな誤爆 LINE 本当に息子さんが聞いたら、何やってるんだよママって言われるんじゃないですか。え、なんであんたに私の LINE が送られてるのよ。あなたが息子と間違えて私に送ったからですよ。仕事でも何でも浮かれてる時ほどミスは増えますよね。あの、違うのよ。これはその、落ち着いてください。大丈夫ですよ。別に怒ってるわけでも遺産を取り返したいわけでもありませんから。え、怒ってないの？はい、遺産放棄する気持ちは変わりません。だから安心してください。このまま遺産放棄してくれるの？本当に？嘘じゃなくて？私はあなたと違って嘘はつきません。母からも嘘をつくような人になるなと言われて育ってきています。 でも5000万も遺産があるのよ。こんな大金いらないの？大金に心惹かれる気持ちはありますが、実は私、明美さんからの連絡はなくても絶対に遺産放棄するつもりだったんです。え、それはどうして？だって私にとって父は私と母を捨てた憎たらしい人ですから。そんな父の遺産を相続なんて、頑張って育ててくれた母に申し訳が立たないじゃないですか。遺産を相続したら父の存在を認めたようで嫌なんです。だから一円も相続しないの？はい、すべて遺産放棄します。だからどうぞ父の遺産は好きに使ってください。私には血のつながりもない戸籍上の弟がいるようですし、あなたとその弟が私の分も相続してください。ありがとう。本当に？本当にいいのよね。後でやっぱりお金に困ったからくれって言ってもあげないわよ。はい、いりません。なんなら誓約書でも書きましょうか？そんなのも書いてくれるの？その代わりそちらも一筆お願いします。もう二度と私と母の前に現れないと約束してください。父の面影を私たちは二度と感じたくないんです。そんなの二度で書いて送ってやるわ。じゃあお互いに誓約書を送り合いましょうね。そして約束したことは未来永劫絶対守るのよ。ちょっと、あなたこれは一体どういうことよ。誓約書をお互いに送り合いましたよね。二度と連絡してこないはずでは。今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。なんであんたがひろたかさんの会社を継いでるのよ。こういうのおかしいじゃない。私が優秀な社員だからじゃないですか。これで売上貢献は社内一に争いますし。はぁ、適当なこと言ってるんじゃないわよ。だいたいひろたかさんの会社でなんであなたが社員として働いてるのよ。あなた絶対何か企んでるでしょ。訂正してください。あの会社はあなたの旦那、私の父の会社ではありません。は？もともとうちの母の会社です。父はその会社を離婚と同時に奪っただけにすぎませんよ。え、どういうこと？この会社は母の実家が経営していた会社です。母との結婚と同時に父が社長に就任したらしいのですが、秘密裏に全権を独占していたようなんです。そして、いざ離婚した時にはそのまま会社を母から奪って、離婚後に会社名を変えて社員も半数以上入れ替えて、そして自分が起業をしたと言いふらしていたんですよ。何よそれ、私はそんな話聞いたことないわよ。あなたは聞いていなくても私はそう聞いています。だから私は母の会社を取り戻したくてこの会社に入社しました。正体を明かさず実力だけで上り詰める予定でしたが、どうやら父にはバレてたみたいですね。父が会社宛に残した遺書には私を社長にと書いてあったので。何ですって、そんな遺言書いていたなんて聞いてないわよ。会社宛の遺言は副社長が管理しています。確認したいならお好きにどうぞ。ふざけんな。いいから早くひろたかさんの会社を返しなさいよ。この会社は私の息子に継がせるつもりだったのよ。そのために息子も入社させているんだから。あのバカ社員のことですよね。社内でもかなり有名ですよ。社長息子だと威張り散らしたらサボりまくりですから。それが何よ、次期社長だから許されるのよ。その次期社長が私なんですよ。あなたの息子は平社員のままです。
まあまあ落ち着いてくださいよ。そこまで言うなら社長の座を用意しておきますから。え、本当に？からかってすみません。実は私、今いる部署を率いて独立する計画も立てていたんです。まさか社長指名に名前が上がるとは思わなくて、この展開は私でも驚きだったんですよね。そうなの？独立ってことはひろたかさんの会社からあなたがいなくなるってことよね。そうですね。だから会社自体は血のつながらない弟に譲ってあげますよ。なんだ、それができるなら早くそうしなさいよ。会社をやっぱり息子が継ぐべきだわ。はい、ではすぐにそうします。だからこれで父の遺産も会社もすべてあなたたちのものです。これなら文句も何もないですよね。もちろんよ。遺産も会社もこれで全部私たちのものになるのね。もうあんたには用はないからとっとと消えなさい。では社員ごと消えますので。え、どうぞお元気で。売上50万の会社経営頑張ってくださいね。どういうこと？会社を継いだのに売上がたったの50万？私がいた部署を率いて独立すると伝えたじゃないですか。私がいた部署と息子さんがいた部署、会社売上を作っていたのはほぼほぼ私の部署ですよ。え、息子さんのいる部署は半年の売上が50万ほどの弱小部署です。社内では窓際部署とも呼ばれていましたね。なんですって？こっちの部署なら2から3年すれば父の遺産と同等なくらいの資産が手に入りますし、遺産も会社も相続できなくても何も問題ありません。はぁ？さて、とっとと独立して社名は母の実家の会社に変更しないと。これから大忙しだぞ。ちょっと待ちなさいよ。そんな売り上げのいい部署がいなくなったらこっちの会社はどうなるの？知りませんよ。それは次期社長の息子さんに聞いてください。私の分も遺産もあるんですし、立て直し資金には十分ですよね。え、どうやったら売上50万の部署が会社経営できるのか。事務など裏方業務部署にいる社員だけでもざっと30名ほど。これからどう社員みんなを養うつもりなんでしょうね。まあ独立する私には関係ありませんけど。では私は独立手続きに忙しいのでこれで失礼します。お二人ともどうかお元気で。私の独立についてきてくれた社員のうち約半分は母の実家が経営していた頃からいる古参社員で、もう半分は私の仕事ぶりについてきてくれた若手社員たちです。私の独立への思いを応援してくれた社員のためにも頑張って会社経営をしていきたいと思います。対する5歳の連れ子は社長に就任した元会社はというと、連れ子のアホ丸出しな経営術でわずか1ヶ月で倒産。その間に叩き出した借金で父の遺産のほとんどを失ったと聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。